はい、皆さんこんにちは、ペソでございます。スーパーロボット対戦続きやっていきたいと思います。通算56回目ですね。で、ちょうどフェイル殿下がね出てきたところで前回終わってるんですけども、多分ね、誰か友情持ってる人いなかったっけ？友情じゃない、信頼ね、この辺のあのレンジ短いね、仲間は外回りからあの後ろのね雑魚をやっつける隊に持ってきたいですね。よし、これで行ってみましょうか。さあ、どう突っ込んでくるか。2回行動するはずなんでね。あとは1回行動かな。あの人オールトさんがどうかやね。この辺は塊で来てくれればマップ兵器でなんとかできるんで。ああ、2回行動だ。さあ、ポジショニングが良ければこれで仕掛けられるはず。1,2,3,4,5,6,7,8。 あー、ちょうどいいですね。片端から当てていきましょう。どうした、ここまで来て遠慮などいらん、全力で来いと。しかし殿下とふう、ならばいいことを教えてやろう。地上人をこの地に召喚し混乱を引き起こした責任は私にあるのだと。なんだと。もっとも言い訳に聞こえるかもしれんが、ここまで大量に召喚するつもりはなかったと。召喚プログラムが事故で暴走してしまったのだと。だがそのためにこの世界を危機に追いやってしまったのは間違いのない事実だ。私はその責任を取らねばならんと。私として最初からこの統一計画を強行する気はなかった。だが私の命があとわずかだと知った時、この命のある限り責任を取ってみようと思ったのだ。これが私にできる唯一の責任の取り方だと。ほうほうほう。残り命が残りわずかですって兄さんと。ふふふ、私は理想の実現のために何としても王座が必要だったと。そのためには将来不足していた魔力を強化せねばならなかった、かろうじて魔力テストには合格したが、無理な、修練と薬物のために私の体はすでにボロボロになっていたと。それに加え半年前のテロ事件で負った傷が致命傷だったようだ。私の命はもってあと半年。そんな兄さんがと、
だからって何もこれほど急いで力で解決しようなんてのは言っただろう。私は本質的に軍人なのだと。軍人は力による解決を尊ぶものだとね。その私に対して手心を加えようなどす、迷惑千万、それは私への、侮辱以外何者でもないと。いいだろう、手加減はしねえぜと。なるほどね。でこの人武器何持ってんの。あ、やっぱりレールガン。あ、でも射程7だ。なんとかなるね。当たんないな。でもね、射程が7最大で助かりましたよね。ごめんなさい、ベスパーです。まあなかなか減らんよね。分かりきってることだけど。そう、記事によりなんかでっかいガンダムに見えるんだけどね。ん？向こうの攻撃当たる？この位置。
めんなさいね。今ね、ちょっと、うちの長老猫さんが、最近ね、なんか、見えてない、まあ、目はね、もう、だいぶ悪くなってるんですけどね、まあ、別のちょっと動画でも言ってたんですけどね、最近、コードをね、噛みちぎろうとする節があって、ちょっと今、別のちょっと家にあるノートパソコンのコードを引きちぎろうとしてたんで止めに行ってたんです。さあ、しかし切らないね、なかなか1万。飛んできてくれてるんでね、集中攻撃はできてるんですけど、わあ、全然1万切らない。硬いというよりはタフですよね。フレイボム豪華、1、2、3、4、5、取りになりますか。1、2、3、4、うん、そうしないとね、多分魔人が狙われちゃう。うん、一旦目はこれでいいんですけど、ブレストファイヤー、わあ、ドンとタフ。一応マサキのショーのラスボスっていう形なんでしょうね。でこれで減るでしょ。うわあ、すごい減った。よっしゃよっしゃ、一番切った。ああ、やっぱり狙ってきたか、レールガンか。
や、あぶねー。あー、でもこれでダメかな。2300で700だから、クリティカルだとアウトですね。うわー、生き残った。だからね、雑魚倒して終わりたいですよね。雑魚も一緒に倒して。で、うん、とりあえず一ターンはなんとかなるんで、ちょっとプロザマ一発だけ、うん、あ、次どこまで近づくかやね、こいつらが。あー、ほぼほぼ、うん、来よるね。ってことは1,2,3,4,5,6,7、うん、このゼータの真上におれば面白いことになりそうですよね。3,4,5,6,7 でしょ。ここ、あー、ここまでいけるのか。そしたらね、ごめんなさい、続き次回にさせていただきますね。ちょっとあの後ろの雑魚退治もあると思いますんでね、ちょっと早いですけど申し訳ありません。それでは皆さん、さよなら。